はじめまして、玉木です。よろしくお願いいたします。わざわざお時間ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。なんかこう、仕事より緊張します。あの8月25日 の首里城への、給付金の目録贈呈の際には申し訳ありませんでした。別の仕事のために私が受け取ることができなかったんですが、ガクトさんからガクト 20th Anniversary Live Tour 2020カオスのオフィシャルグッズ、首里城最初のアイテムの売上金462万7608円、たくさんの皆さんの気持ちがこもった、寄付を届けていただいて心から感謝いたします。本当にありがとうございます。とんでもないです。本当にできることは大きなことではないので、僕も関わるファンの方たちが本当に趣味をやることが結婚させて、それに少しでも協力したいという思いが本当に形になったので、代表して届けさせていただきました。ありがとうございます。おかげさまで全体的な首里城の寄付金がですね、47億2100万円集まってまして、早速そのお金の中から第1弾として、首里城 の大きな柱として使う木材のその調達に充てさせていただきたいということで、先日政府の方にもお伺いをして、その第1弾をお話しさせていただきました。これから少しずつ首里城が立ち上がっていきますので、ぜひ多くの方々にその首里城が立ち上がっていく様子もご覧いただきながら、沖縄のいろんな歴史や文化や、それから、美味しい食べ物、豆腐用もそばも泡盛もいろいろと楽しみながら、その首里城の、復元復興を楽しみにしていただきたいなと思いますね。一日も早い復興を本当に心から願ってます。はい、はい、でも本当にこれからもぜひそういう夢を体で表現するアーティストの側ですから、ぜひ体調も気をつけていただいて、パーフェクトな、ライブツアーを続けていけられるよう頑張ってください。本当に心から応援しています。ありがとうございます。本当に今すぐはないんですけども、来年には沖縄でのライブも考えてますし、で今回どうも20歳で東京に出てきて、で今年47になるんですけども、やっと27年越しに沖縄にいるの顔にもなって、あ、はいはい、私も沖縄でライブをやる際は全力で応援しますという言葉をいただいたので、来年には凱旋で本気でライブを一緒に盛り上げてやっていきたいと思うので、その時はぜひ遊びに来てください。はい、その時は3階席の一番奥でペンライトを振って一生懸命応援しますので。でも本当にこれからも気をつけて、ガクトさんが沖縄に本当に凱旋公演という形で来ていただけるのを、みんなで心待ちにしていますので、体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、楽しかった。いい稽古をしてたでしょ。いつもの回転より、そう、いつもの回転とは全然違う。